方が好き。メイクそのままだって、メイクそのまま、メイクそのまま、髪の毛もそのまま。お、寝ちゃったからちょっとボソボソです。眠そうだって。どれくらい寝たかな、1時間くらい寝ちゃったんだけど言うて1時間くらい寝ちゃったんだけど、最初ね脳が先に起きたわけですよ。脳が先に起きて、いやでもやばいと思って、私練習しなきゃと思って、やばいって思って頑張って目だけ開けたの、うん、でそっから動けなくて、ダメだダメだ負けるなと思ってめっちゃ目動かして、それ1分3分くらいやってたと思うの。頑張って出会ってで頑張って起きた起きたよ。ショールームもしたかったしね。今日は真面目に早く寝てくれだって言って、私今から無理寝れない無理寝れない。目が少し怖いって、もうだからもうギャンギャンダメだ、充電しようとすると倒れちゃう。メイクバッチリ、そうなんか、そう成人式だったんですけどまあここにいる人は知ってるかなんかさ、振り袖がね結構パキッてしてるものだったから顔が負けちゃうから、そうこういう時はメイク濃いめで、なんか振り袖に赤とかね、オレンジがね入ったりとかもしてたもんね。オレンジとブラウンで今日はメイクをして、まつげをひじきにしました。まつげがひじきで、あと目の下とこことこんな目まっかっぴらく、こことあともう消えちゃったけど目尻にも実はちょっと赤を入れてました。そうで唇は真っ赤真っ赤か塗ってから入れて、ちょっと深めの赤っぽいやつにしてたんですけど、どうやってやって塗り直してないからこんな感じ。そうで眉毛はまあ、どうせ見えないんだけどいつもより濃いめっていうの、黒目で、すね。で、ちょっといつもよりアーチっぽい感じで描きました。今日のメイク。そう、あとラメが、ラメ強めですね。そう。濃いです。メイク自分でしたよ。メイク自分。髪の毛はメイクさんだけど、メイクは自分。もうだからこのメイクももう何時間してんのって話なんですよねもう一回ね、私は寝たけどさ、8時でしょ今日は。私はちょっと遅めの人だったので3時40分くらいから起きてたんですけど、まあ、4時あちょうどいいね、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時、1時、2時、3時、4時、5時、6時、7時
16時間で割とすぐもう起きてすぐメイクとかだったので、もう多分15時間はメイクしてる。だ着物着たのもね、もう朝のね4時5時とかそうだったの。でもなんかやっぱね、私 AKB で成人式やりたかったから、そうなんか卒業前にできてよかったねって、よかったね、よかっ、よ、あ、よかったなってめっちゃ思います。本当に嬉しい。それこそさ、延期する前の本来の日程の時さ、の時にもすでにもう振り袖決まってたので、そうそう決まってたので、なんかね、切れずに終わっちゃうのかなみたいな、決めといてなんか切れずに終わっちゃうのかなとか思ってたので、そう嬉しい。です。でも私思考回路止まってます。止まってるから喋れてるかな。喋れてますか。眠い？だって。な、眠くはもう正直ないですね。眠くはないかな。一回ちょっと寝たから眠くはないんだけど、体が重いって感じ。なんか体の後ろ側が重い。横になったらアウトだね。だってそう、横になったらアウトだから横にならない。踊るよ、ダンスするよ今から。早くメイク落としたくならない。だってメイク落とす前に寝たかったから寝たし、ね、だからなんかでも今日はショールームを諦めようと思ってたわけ。もう私はもう今日はショールームなんて無理だって思ってたんだけど無理だって思ってたんだけど、できたね。まだ26日やから少し時間ある。だって違うんですよ、リハがあるからさ、リハがあるからリハがあるんですよ。本番だけじゃないんですよ。思考停止。ねえ、マジひじきじゃない？まつげ。こっちとか特にひじき。ね、聞いてで、ね、塗ったんですけど自分で塗ったの見て、はい見てはい見てうん、見た。じゃあこう聞いてほしい。昨日塗ろうと思って塗ったんですよ。塗って塗ったんですよ。で時間置いたんですよ、まあ当たり前のことに置いたんですけど、
お風呂に入ったら取れちゃったんですよ。でお風呂に入って取れてすっごい泣いて、もう泣いたって思ったんだけど、赤ちゃんならそういうことやりかねないなって塗っときながら、あのなんか剥がれちゃったとか取れちゃったとか赤ちゃんならありえるなと思って、ちゃんとあのネイルを落とすやつも持ってってたわけよ。コットンも一緒で、それでだからお風呂上がってからって言いながらネイルは全部取って、そっから塗ったんですよ。えらーい、なんかおとなしめのなんかオフィスネイル的な、なんかおとなしい色にしようと思ってこの色にしました。それでよく朝起きれたねって、起きれたの、寝たのだって12時過ぎてたと思う。そう、頑張った。そう、振袖かわいかった。振袖かわいかったよね、めっちゃかわいい振袖。式の途中に寝てないよね。だって私寝てないです私は寝てないよ。そう、センスいいねだって。いやでも言うてこれ系がいいですみたいな、なんか白系がいいですみたいな、あと写真でなんかいろんなところから探してきてこういうのがいいですみたいな送って、そう、そして来たのがあれだったので、そうだから私はあそこからコーディネートとかいじったりとかしてないですあれが送られてきたので、すごい綺麗と思って、そうだから私は、あ、でもじゃあちょっとでも聞いてでも髪飾りは自分で用意したんですけど、なんか自分でね、後でねインスタにも載せるんですけど、1個ずつお花がね1個いくらみたいな決まってて、自分で組み合わせとか考えて頼めるやつで、 それは自分で組み合わせを考えて自分でって言ったらちょっと思ったけど、お母さんと一緒に選んでそうしました。なんか前撮り後撮りの時に何かドライフラワーの、そうドライフラワーの髪飾りをつけてもらって、それがすごい可愛かったんですね。で個人的に何かパキッてしてる、何か昔ながらの感じの何か髪飾りよりそっちの方が私好きだなと思って、そうだから自分でそこは用意しました、はい、はい、です。こ
公開が間に合わないの鳥ですね。だって多分そうで今日はずんちゃんとあやみちゃんと3人でずっと写真の取り合いっこしてて、多分合計で1時間以上取り合いっこしてたんじゃないかっていうくらいパイ写真を撮ったんですよ。だから載せます。ほい、せめてご飯はかな、せめてご飯はしっかり食べてね。だって今日は朝起きてコンビニのなんか焼き芋スイーツみたいな、焼き芋こんくらいの焼き芋食べたんですよ。で17ライブが始まるくらいにおにぎり食べて、でお腹が空いてたので帰ってくる時にお腹が空いてたんですよ。昨日からどうしてもずっとスタバが飲みたくて、ああスタバ飲みたいと思ってあのスタバを帰りに買って飲みました。だまともなご飯食べてない。振り袖ってお腹苦しい。どうだった、お腹苦しいお腹苦しいんです。お腹苦しいし、気持ち悪くなっちゃう。そう、ずっと締められてるから、そう身動きも取りづらいし、なんか綺麗だけどやっぱ大変だなっていう感じ。カフェラテのつもりが濃いキャラテだったわけは、だって私だってカフェラテを買いに行ったんだよ。カフェラテを買いに行ったら濃いキャラテしかなくて、じゃあ濃いキャラテでいいやって思って買ったんだけど、忘れててカフェラテ朝飲むんだと思って夜も楽しみにしたわけ。カフェラテは朝飲むぞと思ってたのに、朝起きて飲んだら紅茶の味がしたから、おーおおと思ったら、そういえばと思って紅茶ラテ買ったなって。話だよね。ねえ、やばくない？やばい、あ、今日の配信やばい。いつぞやの。いつぞやの。そう。公開寸前やな。だって私さ、今さこのショールーム早く終わった方がさ、早くさ練習に取り掛かれてさ、早くさ寝れるはずなんだけどさ、今から練習するっていう現実受け止めきれなくて受け止めきれなくて配信終わりたくないもんね。だってさ、今から練習しなきゃいけないってさ、受け止めきれないよ。私は受け止めなきゃいけないんだけどさ、ね、受け止めなきゃいけない。現実逃避。現実逃避だよー。
あやかちゃんだよ。あやかちゃんだよ。練習は明日の朝にするだって。いや明日地味に、まあ、早いっちゃ早い。明日朝早くて夜遅くて、だから今日はやんないとダメなの。ダメなの、わかる？そう。で私はこのメイクを取って髪の毛をでコンタクトを取ったらもう私はきっと寝てしまうから、取りません。怖っ。明日どんなテンションになってるか興味ある。いやでも頑張る。当たり前。頑張る。あれいつもねこの愚痴を聞けばいいんだって。もう終わる。口は終わる。お腹空きました。気力出した。頑張ってね。ありがとう。ねえやだ、終わりたくない、終わりたくないけど喋ることないな、どうしよう。今回は全体出演でしょ、頑張れやだって。さあさあさあ、わからない、わからないっていうか、これ血言っていいのかわかんないけど、まだその全部出るのか出ないのか決まってないのに、決まってないっすよ。あ、これ勝手に言っちゃうスタイル。決まってないけど、いつもだってあれだよね、出演メンバー発表のタイミングでさ一部出演とか出るよね。決まってない。賞味。そう、言ったらあかんことちゃうんかい。だってでもさ、みんなが全体だと思ってるから、言っとく先に、私は全体だと思って見に来たらいないじゃないか、でも会いたくないから、まあ、かといって全部出ないっていうわけでもないかもしれない。だからまあ本当に決まってない。決まってない。でも調子、そう、リハの調子次第で決まるみたいな感じ。そう、決まってません。はい、全部出ないはやめて。だって全部出ないはないっしょ、さすがに。わろた、全部出ないはもう出ないじゃん、欠席だよ。匂わせですね。だって匂わせじゃないよ、何も匂わせでもない。もうおっぴらに、おっぴら報告。
MC だけどかな、退化しとるやんけ。前と前6曲出た、6曲出たから。じゃあ前説でやって、なんでそういうこと言うの、見たくないの赤ちゃんが踊ってる姿見たくないの、ねえ見たくないの、ねえ見たいでしょ、見たいでしょ、見たいよね。みんなが見たいって言ってくんないと私今日練習頑張らない。見たい見たいよね。見たいよね。だって、うん、それでよしそれでよし、ね、ユーカリンと喋れた、だってユーカリンと喋った、あ、おみずきちゃん、おみずきちゃんとめっちゃ喋った、おみずき、私の推しメンおみずきちゃんとめっちゃ喋った。おみずきちゃんがなんだっけな、おみずきちゃんがね、まず最後ね、嬉しかったことはもう卒業されてしまうんですよねみたいなこと言われたら、そうなんです、そうなんだよねみたいな話したら、なんか今日仲良くなれたのに寂しいですって言ってくれて、まあそう言ってくれたんですよ。かわいい、顔がかわいいそう、おみずきちゃんとも写真撮った。そう、みずきちゃんかわいい、そうゆうかりんとも喋ったし、全然面白い。そう、なんか今日もなんかみんなが楽屋で話してた時になんかすごいなまってたのね。でなんかなまってるなと思ってたら、なんかちょうどその時にあのなんか誰かがなんかなまってるの可愛いねみたいな言ったわけですよ。そしたらみずきちゃんが、え、今のはなまってないですよって、めっちゃなまってたのそれがその一個前の発言がめっちゃなまってて、そうびっくりしたそう超自信満々に今のはなまってないってずっと言ってるから、いやなまってるよってそう、かわいい、本当にかわいい。そう、気づいてないけ、そう、そう。でも絶対それが個性になるし、それでね覚えてもらえる、もらえたりとか、それがかわいいってね思う人もいるから、そう。黙ってるのもいいと思うよって
みんなで説得っていうか言ってた、そう可愛いからってそうね、鉛大事だって、鉛かわいいよね。そう個性はやかちゃんもかわいい方言言ってだって、水筒よ方言わかんないの、好きちゃん、神奈川って方言あるんだって、ないんじゃない？ないと思う。神奈川じゃんじゃないのって。何々じゃんってこと？だからさ、何々じゃんってさみんな言うじゃん。東京の人も言うじゃん。だから神奈川じゃないよ。神奈川じゃないよ。うん。ニューピーナウさん、タワーありがとうございます。クマさん。ありがとうございます。卒業の何の話したっけ何の話したっけ、あ、方言の話してた。みずきちゃんかわいい。ゆうなちゃんとオンライン話し会でもう会えないとか言ってたのに、なんかなんかいろんな人に私もう会えない詐欺してるんだけど、私26日の公演もさ、あの誰が出るか私あんま自分が出ることは把握してたけど、なんか誰が出るのかはっきり分かってなくて、なんかそうはっきり分かってなくて、みーよんさんにもう会えませんとか言ってたのに、そう公演一緒やんけっていうのもあったし、なんかみんなに会えない詐欺してる。っていう。UP ナウさん。そうだから私はさ、おりんちゃんとかでも全然この間オンライン話し会の時にもう会えないねとか言ってたのに、全然なんか会えるし、全然これからも会える会えるっていうか、なんかみんなになんか自分が把握してなさすぎてみんなに会えない詐欺ばっかしてる。何回も会っとるわその間に。
今日は3月21日。ニューピーナオさん卒業バージョンの熊田はありがとうございます。もうメイクボロボロです。ありがとうございます。しっかりかけてるやん。だってなんかいつもより字綺麗説ある。なんだなんならいつもよりなんか全体的に綺麗説ある。なんか丁寧に書いちゃった。かわいい、さやかちゃんかわいい。スクショ用なのに止まらないのは変わらないな。いや終わろうかな。私何分から配信始めました。終わろうかな。てか明日の10時から新成人メンバー成人式グッズ生写真発売だって。みんなチェックしてね。でさこれさー写真を撮ったのが朝の5時とかなんですよ。多分5時もうちょい行ってたかな。6時とか7時とか、いやな7時か6時とか、そう、もう早かったわけですよ。とりあえずもう朝起きてすぐ行って着付けしてメイクして、いっちゃん最初に生写真撮影だったんですよ。だから顔が起きてるか心配そう、顔が起きてるか心配だけどね。なんかめちゃくちゃなんかみんな、そうなんか振り袖パワーでなんかめっちゃみんな可愛かった。なんか他の人の生写真は見たんだけど、そうみんな可愛い綺麗でした。タペストリーとかアクリルスタンドとかも出るみたいね。だってそう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 らしいね書いたけど今日タペストリーのやつ書いたけど、なんかそう、ぜひお買い求めください買い求めください。いや昔はさチェックしてください、かたくなにチェックしてくださいとしか言わなかったけどさ、もう卒業間近だからもう買ってねとかお買い求めくださいじゃんじゃん言っちゃう買ってねなんかさ買ってくださいとかなんか言うよりチェックしてくださいの方が可愛いかなと思ってたんだけど、だずっとね私はちょっとチェックしてくださいずっとね言ってた割には、なんかチェックってことは別になんかどの写真があるか見ればいいみたいなさ感じにもなっちゃうじゃん。だから買ってくださいの方が絶対合ってると思ってではずっと思ってたけど、なんかやっぱチェックしてくださいみたいないう風潮、風潮、ん、しょ、ん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 、なんだっけ、風潮があるから、そうなんかそうだからなんかチェックしてくださいってよく言ってるけど、そう買ってくださいそうぜひ、
全部買ってねでいい。全部買ってね全部買ってね。終わろ急終わろ終わりましょう終わりましょう。5時の顔じゃなかった。たくさんね、たくさんたくさん買うねだって、大丈夫大丈夫、馬車握る終わりたくない。配信40分くらいだったよ。だって地味にやっとるやんけ。いっぱい終わろ。こうしてても仕方がない。どんどん時間が過ぎるだけだ。終わって練習します。はい、頑張ろ頑張ろ頑張ろ。ね、次ショールームできるのね。てか明日明後日は多分厳しい。あさってだったらいけるかな。いやでも、厳しいかもしれないです。だから2日間くらい空いちゃうかもです。ごめんね、頑張ります。ピースピース。よしランキング発表します。13位 TY さん、12位 MAX 鹿児島世界を救うさん、11位山地さん、10位千字丸アットマーク成人改めておめでとうさん、9位山ちゃんさん、8位ひろみど06193、7位ハイホーレッツゴーさん、6位成人式でのあーちゃんも可愛すぎて大好きピナユキタンさん5位ひさおさん、4位さんまるさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。第3位いそっちさん、ありがとうございます。第2位ゆうぽうさん、ありがとうございます。そして第1位はニューピーナオさんです。ありがとうございます。その他の皆様もありがとうございました。したしたしたー終わってます。ありがとう、見てくれて17ライブとかも見てくれてありがとうございました。
今日も彩香ちゃんが可愛くて何よりです。はいバイバーイバイバーイ。またね。音